バシャシュ SC は、ハンガリーのブダペストを本拠地とする総合スポーツクラブ。クラブの公式カラーは、赤と青である。ハンガリー国内でも最も大きな規模を誇るクラブの、一つで、ブダペスト北部の第13地区に施設を保有している。クラブは1911年3月16日に、バシュエーシュ、フェイムンカーショクシュポルトクルビアとして創設された。クラブは、陸上競技、 バスケットボール、ボクシング、チェス、フェンシング、サッカー、ハンドボール、スケート、ボート、スキー、テニス、ロードレース、バレーボール、水球、レスリングなどの部門を保有している。中でもサッカー部門と水球部門、ハンドボール部門が国際的にも有名で、ハンガリー国内やヨーロッパの国際大会で数多くのタイトルを獲得した。 その他の競技部門からも多くのオリンピック金メダリストを輩出している。バッシャ種のサッカー部門は1950年代後半から1960年代にかけて全盛期にあった。ハンガリー国内やヨーロッパの舞台で数多くのタイトルを獲得し、UEFA チャンピオンズカップ1957から58ではベスト4に進出した。2000年代に入ると成績は低迷し、 2005から06シーズンのリーグ戦では15位となり、二部降格が決定していたが、同じブダペストを本拠地とするライバルのフェレンツバーロシュ、TC が規則違反により二部降格の措置を受けたため、降格を免れた。翌2006から07シーズンには、リーグ戦で5位に入る検討を見せた。国内タイトル国際タイトル中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、 代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。